こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はワイヤード紳士用腕時計の鎖バンドの修理のことについてちょっとご説明したいと思います。今回ですね、ちょっと今外しましてね、こういうタジクタイプのこういうタイプなんですよね。ちょっと今鎖は上下、これバネ棒じゃなくて全てこういうですね、ちょっと落ちますね。こういうピン入って、してここにCカンでこのパイプみたいな入ってるんですよね、こういう。これで、時計本体とはつながってるんですよ。今回修理するのはね、この中間部分の、この部分ですね。この部分をね、ちょっとこれ多分割りピン入ってると思うんですよね。ですからこれちょっと弱いとこ何箇所かですね、これから洗浄、一回きれいに洗って、それから一回全部外してですね、弱いとこを取り替えるという、そういう修理になります。こういう修理もですね、これこういうタイプってね、既製のバンドつかないんですよね。あくまでもこういう、付け根がこういうふうになってますので、ちょっと特殊な規制の板だと、ここな真ん中なければですね、規制のものでも入るんですけど、これやっぱりこのタイプしかちょっと入らないこうタイプですので、これはなんとか直してですね、なんか思い出の時計ということでございますので、なんとかこう直してまた復活させたと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。